朝鮮日報の日本語オンライン版が2022年6月7日に報じたところによると、韓国で機密軍事技術として保護されている最新鋭の通常型潜水艦、チャンボゴ 39KSS39、アンチャン補給の技術の一部が台湾に流出した疑いがあるらしいんだ。どうしてそんなことしたんだろうね。と入っても、所詮は韓国の技術だしな。どんな技術であれ、不正に流出させるのは罪の対象だからな。大方欲に目がくらんだんだろ。韓国人の悪いところだね。そんなこんなで、韓国警察は6日に関係者を検察に送致したとしているよ。さて今回はそんな韓国企業が韓国海軍の潜水艦技術を不正に台湾に提供したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。流出したとされている技術は、アンチャン補給潜水艦の1番艦アンチャン砲及び、2番艦アンムを建造したテウ造船海洋テウ造船海洋が保有していたもので、これを台湾が国産建造を進めている、台湾南部の高雄にある台湾海軍向けの次期潜水艦の建造を担当している国営企業の台湾国際造船に流出させたとして、造船関連機材資材メーカー A 社の関係者6人が韓国警察に逮捕され、送検されたんだって。韓国警察によると、この A 社の6人の容疑者は台湾国際造船の次期潜水艦建造プロジェクトにおいて、1500億ウォン約160億円で、テウ造船海洋で潜水艦建造に携わっていた。退職技術者15人を含む20人を台湾に派遣する契約を締結していたんだけど、この際にそのうちの1人がテウ造船海洋から持ち出した潜水艦油水分離装置や、バッテリー固定装置などの潜水艦建造に関する機密部品の設計図面2種類を台湾国際造船引き渡し、その見返りとして79億ウォン約8億3000万円を受け取ったとして、起訴前の追徴保全を申請してすでに裁判所から認定を受けたみたい。容疑者らはこれら潜水艦建造に必要な機密技術を持ち出す際に、現物の部品なども持ち出しているが、空港での説明で、海洋プラントの建設に必要な部品との虚偽の説明を行っており、警察の取り調べに対して設計部面や部品を持ち出したことが問題になるとは思っておらず、後から違法行為になる恐れがあることを知ったが、もう途中でやめることができなかったなどと供述しているようだぜ。知らなかったじゃ済まないよね。もう少しマシな言い訳はなかったのかな？韓国は言い訳までいい加減なんだから。A 社は1500億ウォンの契約を交わしていたけど、契約期間の途中でこのことが発覚したため、実際に台湾国際造船から受け取った金額は640億ウォン約67億円とされているけど、警察はそのうちの技術を流出させたことへの見返りとされる約79億ウォンについて、裁判所からの措置として起訴前の追徴保全を行ったよ。この起訴前の追徴保全とは犯罪を実行することで得られた利益を、起訴する前に差し押さえて確保する措置のことだけど、この措置がこのような産業界での技術不正流出事件に適用されるのは、今回のケースが初めてなんだって。警察は2022年3月に A 社の関係者6人を対外貿易法違反、不正競争防止及び営業秘密保護法違反などの容疑で起訴相当として韓国検察に送致しているんだけど、そのうち設計図面を自ら持ち出して台湾国際造船に渡した A 社代表の弟は身柄を拘束されていて、現在、台湾に滞在している A 社の代表を指名手配しているよ。韓国の警察庁国家捜査本部は、2022年2月から5月末までの100日間で特別の海外への産業技術流出に関しての取り締まりを行い、今回の A 社関係者6名も含めて、産業技術を国外に流出させた疑いのある96人を摘発し検察に送致したんだ。このことについて日本のインターネット上ではさすが韓国取り締まりを実行すれば1日に1人、不正を働いて私腹を肥やす人間が逮捕されるんだな。産業技術の流出よりも盗み出す方も取り締まるべきで、農作物にドラえもんや鉄腕アトム、果ては空手、剣道、桜、侍、日本刀など、全部韓国発祥と嘘をついている連中を摘発しろと、呆れあざ笑う声があるみたい。相変わらず日本のネット民は韓国に対して辛辣だね。まあそれだけ韓国は日本に対して好き勝手してきたからな。台湾は近年、一つの中国を前面に打ち出して台湾の主権剥奪を狙う中国に対抗するために、周囲を海に囲まれていることからも海軍の重要性が高まり、その増強が急がれているよ。これまでの台湾海軍はアメリカ軍の退役艦艇の購入などが中心だったんだけど、軍の装備全般において歳費で踏み相当が防衛装備の国産能力を高めることを防衛政策の中核として据えており、最近では練習機の国内生産による軍事航空産業の推進など、台湾が世界をリードしているハイテク産業を利用して、より精巧なシステムを持つ兵器装備を開発する計画を推し進めているよ。
そのため海軍艦艇においても自主建造の方針が打ち出されていて、例えば原油1隻だけの第9コルベットを2019年から11隻量産する計画を立てるなどしていて、特に老朽化が著しい潜水艦においては、2017年から国の次期潜水艦 IDS8 隻を建造する計画が進められているみたい。台湾海軍は現在、4隻の潜水艦を保有しているんだけど、そのうちの2隻は、第二次世界大戦中にアメリカ海軍が建造して払い下げられたグッピー級潜水艦アシカ級艦名カットラスと、アザラシ級艦名タスクで、アシカは1944年寄港、アザラシは1943年寄港の関連80年近い骨董品のため、両艦とも耐圧からが歪んでいるだけでなく各所の金属疲労が著しく、水深20メートルまでしか潜水できないとされているんだ。残りの2隻は、オランダのズバールトフス級潜水艦を元にオランダで建造された海流1982年寄港、1987年就役と、シャチ1982年寄港、1988年就役で、これらの海流級潜水艦では対艦、対地どちらにも使用できるハープーンを魚雷発射艦から発射できるんだけど、40年以上前の設計構想で建造された時代遅れの潜水艦であり、これらと同レベルの潜水艦として海上自衛隊で運用されていた渦潮型潜水艦は、1996年までに全て退役しているよ。1990年代には中国海軍の潜水艦近代化が進み、これまでのロシアの払い下げ潜水艦よりはるかに静粛性が高く性能の良い潜水艦の建造が進み、台湾においても潜水艦の近代化を急ぐべしとの声が高まっていたんだ。そのため2001年、当時のアメリカのブッシュ政権が台湾に8隻の近代的潜水艦を供与すると約束したんだけど、アメリカ海軍の潜水艦の全てが原子力潜水艦となっており、原子力潜水艦しか建造することができず、台湾に輸出する通常動力潜水艦を建造できなかったんだ。ちなみに現在もアメリカには通常動力潜水艦を建造するメーカーは存在しないぜ。そのため、アメリカ政府はヨーロッパの潜水艦メーカーに建造させた通常動力潜水艦を買い上げ、それらを台湾に輸出する形を検討していて、当時退役が進められていた日本の渦潮型も候補に挙げられていたんだよね。アメリカ海軍と共通の魚雷やミサイルが使用されている日本製であれば、相互運用がスムーズに運び日米隊の連携が強化されるから。また、日本の潜水艦が高性能であることには定評があり、安心感もあるからだったんだけど、当時の日本武器輸出三原則で自衛隊装備の輸出が禁止されていたため、実現しなかったんだよね。また、もし防衛装備品移転三原則が間に合って輸出できたとしても、台湾の軍備増強には神経を尖らせる中国が黙っているはずがなく、オランダが海流とシャチを建造して台湾に引き渡したとき、中国がオランダに強力な圧力を加えたために、当初6隻の建造計画であったものが、2隻で打ち切られることになった前例から考えれば、不可能であったとする見方が多いよ。2017年の次期潜水艦計画は推定1兆6000億円160億米ドル超の予算で潜水艦8隻の建造が計画されており、一番艦は2020年11月24日に寄港されていて、2024年までに竣工する予定なんだけど、この設計建造にはアメリカ、イギリスが主たる役割を果たしていることに加え、オーストラリア、韓国、インド、スペイン、カナダが関わっているとされているんだ。アメリカは、戦闘システムやソーナー等の革新的技術を提供、イギリスは潜水艦用部品や関連するソフトウェアを提供しているほか、その他の5カ国は潜水艦建造経験のある技術者の派遣要請に応じることで建造に協力していたぜ。それぞれ、台湾国際造船への技術供与は、各国政府の許可を得て技術的支援を行っているとされ、韓国大統領府は以前に、政府として派遣に関与したことを否定した上で、個人のレベルで情報を提供しているかどうかは調査中であると述べていたんだけど、今回韓国で警察の取り締まりによって、禁じられていた技術供与が実施されていたことが、表立って明らかになったってわけだね。それじゃあ今回はこの辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、トイレットペーパーについてだよ。トイレットペーパーに雑学なんてあるの？確かに。あれはリサイクルされた紙ってこと以外なさそうだな。では問題です。北海道、東京、沖縄、この3つの県でトイレットペーパーの消費量が多い県はどれ？急にクイズかよ。雑学じゃねえ。普通に考えて人口が多い東京か北海道だろうな。東京。なら俺は北海道かな。正解は、沖縄でした。2人とも不正解。
なんかあの顔で言われたらバカにされている感じがしてムカつくな。日本人一人当たり年間消費量が約50ロール、月平均4ロールなんだけど、沖縄は 6.19 ロールとダントツで消費しているよ。みんな多分綺麗にしたいんだろうね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。